親愛なる UE の皆さん、UE 第77回大会の開催にあたり、心からの連帯のメッセージをお送りします。全労連議長の尾端雅子です。コロナパンデミックの下で、困難を抱えるすべての労働者とともに、要求を高く掲げ、戦いを進める UE の皆さんに、 深い敬意を表しますさて日本では労働者・国民の反対・懸念・不安の声を仕切って東京オリンピック・パラリンピックが強行されましたその下で現在感染者が爆発的に増加し医療崩壊といえる状況になっています国民皆保険制度を持つ日本において コロナ感染によって病状が悪化しても、入院することもできず、残念ながら自宅で亡くなる方が後を絶ちません。全労連は、現在、全国の仲間とともにコロナ禍で起こっていることを可視化し、労働者・国民の命を守ることを最優先するように、政府に迫るハッシュタグ、命を守る緊急行動を展開しています。 政府が進める病床削減医者・看護師の削減の方向ではなく医療・介護・公衆衛生を抜本的に充実させる政策への転換を求める運動です政府に対して直接要求・交渉を繰り返すとともに職場地域からコロナ禍で経験したことを菅首相への手紙の形で集め SNS なども活用して広く発信をしています。またコロナ感染防止対策をしながら職場地域から命守る政策への転換を求める宣伝、行政への要請なども行っています。9月5日には全国つつ裏裏から一斉に声を上げ行動するゼロ九ゼロ五全国一斉放棄を行ったところです。 コロナ禍の下で新自由主義経済政策の行き詰まりが明らかとなり格差なくし8時間働けば人間らしく暮らせる社会を構築するという全労連の要求の正しさが鮮明になりましたコロナパンデミックの下で富裕層・大企業に富が集中する一方でとりわけ女性労働者・非正規労働者に痛みが集中しています全労連は コロナ禍だから仕方がないと諦めるのではなくコロナ禍だからこそ労働組合で変えようと呼びかけて雇用の確保大幅賃上げ底上げを求めて戦いを進めてきましたとりわけ先進諸国の中で唯一実質賃金が下がり続けてきたことがコロナ禍において矛盾を広げています 日本の最低賃金は地域別になっている上に。全国の加重平均でも九百二円という低さです。しかし、全労連に加盟する地方労連の行った最低生計費。資産調査では。人間らしい暮らしをするためには。全国どこで暮らしていても。千五百円から千六百円必要であることが明らかになっています。最低賃金の引き上げは。 低すぎる賃金を直接上げる大きな効果を持つものであり男女間の賃金格差をなくしジェンダー平等に向かうためにも重要です全労連は今年度の最低賃金の改定に向けて最賃金房で働くエッセンシャルワーカーの実態を当事者も含めて可視化し全国一律最低賃金制度の確立 最低賃金千五百円を求める取り組みを全国各地で展開してきました。その結果、私たちの要求の水準から言えば非常に不十分ではありますが、全国平均で二十八円上乗せし九百三十円となる前進を切り開いてきました。アメリカでも Fight for f i f t e e の運動で最低時給十五ドルを目指す運動が前進しています。 人間らしい暮らしを目指して日米双方で連帯して頑張ってまいりましょうこうした労働者の切実な要求を実現するためにもこの秋に予定されている総選挙において新自由主義からの転換を目指し政権交代を目指す取り組みが重要になっています全労連は憲法に基づき労働者の命と暮らしを守る政策を掲げる野党に対して 共闘して総選挙を戦うよう働きかけを強めているところですいずれにしても戦いの核となるのは職場での取り組みです一人一人の労働者の要求に基づいた一つ一つの職場からの要求討議が職場地域を変えていく原動力になります全労連は唯一第七十七回大会のテーマ 厳しい時を乗り越えるに連帯しコロナパンデミックにおいて困難を抱えるすべての働く仲間と労働組合で変えようとエンパワーし合える労働組合を目指し取り組みを進めてまいります UE と全労連はこの30年職場と職場労働者と労働者をつなぎグローバルな資本と戦う国際連帯を追求し 共に歩んできましたこれからも日米労働者の国際連帯の力で要求実現を目指して奮闘していきましょう。国際連帯万歳